はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、今日はね、ランキングガチャ行きたいなと思います。まあ、今日はつかね、朝引いたんですけどね。21サーバー初日で、あ、もう30位まで天井来てますね。まあ、最近のランキングガチャだとこんな感じはなかったんですが、まあ、ケージ回してますね、みんな。今、俺が5060ポイントなんですが、7000。まあ、これ、ね、ゲットしようかなという、そんな感じです。なんで、今回、ま、軽く200連ですね。200連引いて、あとは、かけらとか見つつ、まあ、ランキングがどこ狙うか決めたいなと思います。はい、編成はこれです。まあ、一本、このね、編成で動画上げました。錬金登山動画。気になる方は見てもらえたらなと思います。まあ、育成はぼちぼちっていう感じっすかね。まあ、もうちょっとね、きっちり仕上げていきます。クラスアップも黄色のプラス5にして、あとはね、今、7000ポイントまで回して、星6にします。あと装備とかもね、まあ、ちょっと微妙に足りてないので、まあ、この辺もね、しっかり上げて。で、ケーラ解放はちょっと時間かかります。先にね、やっぱこっち気になってる方もいると思うんですよ。松風。ちょっと素材が足りないんですよね、これ。一応ね、ちょこちょこ進めて、今ここまで来てます。パッシブ強化までは来ました。松風の動画も出すので、まあ、少々お待ちください。あ、でもここの素材足りないですね、ここからは。まあ、パッシブ強化まで取ったんで、まあ大丈夫ですかね。あとは、まあ、もうちょっと育成して、まあ、ジュドルも足りないんですよ。こうスキルもね、上げないといけないんですが。まあ、育成ぼちぼちの松風の動画にも出したいなと思います。はい。ということで、まあ、とりあえず今回はランキングガチャ、行きましょう。光れば、剣士確定。UR の剣士確定。まあ、とりあえず、ケージが欲しいですね。星4のケージ来てくれたら最高っすね。かけらはどんだけあってもいいですからね。はい、じゃあ行きましょう。200連いきます。7000ポイントまで。いや、ケージ来いよ。ガンガン来い。ガンガン来ていいよ。とりあえず止まってくれ。止まる喜び。光る喜び。サク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 。もうこれ最悪っすね。これは。これ爆死です。これもきついね。この銃でもきついよね。石600は一瞬。くるくるだいぶ良くなりましたね。やっぱね、これくらいのペースで引きたいんですよね。お!マジ?おら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 ドラジョースケやろっつってね。オラオラとドラ混ぜてこ。ジョータロとジョスケを混ぜていく。さあ来い。そんなんどうでもいいよ。とりあえずケージよ。あと50。あと5回。いや、結構これ7000ポイントまでさ、みんな回しそうやな。さあ、3回。そして、4回。お、考えてる?いました。ケージいました。ケージ、マジ?星4来い。星4でいいやぞ。歌舞伎なら歌舞伎通せ。
28ね。まあ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 、オッケーオッケーオッケー、当たり当たり。さあ、これラストっすね。はい、とりあえず7000まで来ました。まあこれうまいよね、結構ね。まあ、かけらありがてえわ。よし、じゃあ、星6、しますか。金ギリっすね。はい、とりあえず星6、なりました。まあ、ちょっとこれリセット待ちやな。修羅のね、リセット来るんすよ。これっすね。まあ、ここの素材を松風と刑事に今ぶっ込んでいくって感じですかね。じゃあちょっと最後に、ベリーハードで遊びたいなと思います。まあ、今回かなり楽っすよね。まあ、とりあえず編成はこれで。まあ適当に消化しつつって感じでね、やってます。あ、ちょっと刑事と松風使ってみるかな。使ってみようか。あとは松風ね。まあベガ外して、行ってみる。これで。はい。じゃあちょっとこれで戦ってみたいなと思います。オールスキップでやってたので、初めてちょっと戦いみます。人暴れするぞ。まあ、2ターンで終わってましたね。いつも。北斗百裂拳。わだだ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 だ。わだ。霞剣士郎のさ、経絡解放が来たらいいですけどね。戦う剣士たちに光を。で、また復活すると。この前田刑事。今ね、ちょっと外しちゃったんですよ、霞剣士郎。背を風と言ったオイラを許してくれ。あ、松風の見ればよかったね。まあ、ゴリゴリ削れますね。ほぼほんと楽っすよね、ベリーハード。戦場でまた会おう。まあ、ある程度どんなパーティーでもなんか簡単にいけそうっすよね、今回ね。で、報酬はね、はい、こんな感じ。ここに松風の奥義書、まあここにもあるんですが、あって4にもあります。あ、さらにここにもあるんか、6もね。で、刑事の特化5符、まあこれはもう必ずゲットしないといけない。まあ素材もうまいよね、この辺ね。やっぱ気象とかもね、しっかり回収したいっすよね。気象証ね。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。まあ、まだ錬金、登山動画あげます。ご視聴ありがとうございました。